日本財団が推進する海と日本プロジェクト、国内の海に関する情報をお届けしています。今回は海の魅力を PR するポスター作り。7月千葉デザイナー学園で行われたのは海ポスグランプリに応募するポスター作りのワークショップ。海ポスグランプリはポスターや動画で地元の海の魅力を PR し、海おこし、町おこしを目指そうというものです。この日はおよそ40人の学生が参加し、思い思いに海にまつわるポスターを作りました。海ポスのテーマは多くの人に海に来てもらうための楽しい広告。このワークショップでもユニークな表現が次々と生まれています。自分はやっぱり彼女と海に行きたい願望があるんで、それをこのポスターにつけてみました。海のなんか熱い言い合いみたいな感じのイメージして、なんか静かなこう涼しい海じゃなくて、ちょっとやっぱ夏の暑苦しい海みたいな感じをなんか訴えたいなって思いました。まあ、の、海っていう順番で、なかなか若い子って海行かなくなってましてですね、例えばワークショップを通じて、一つは海に行く回数が1回でも増えればということ、もう一つは海のことを、その題材となる海を思い出して、でそのことについてちょっと考えたりとか、魅力について思い返してみたりとか、そういう機会が生まれると思いますので、まずはその2つが大きな目的になります。コツをやっぱつかむと、皆さんそのいわゆるスマートフォンを使ったり SNS を使ったりして、いろいろ自分の思いとかその気持ちを言葉で発信してる人が多いので、ちょっとコツつかめば、すぐ慣れていろんな面白いものが出てくるんだなと、楽しみながら僕もやってます。海ポスグランプリ2018の募集は9月10日まで。皆さんも地元の海、好きな海を楽しく宣伝してみませんか？海と日本。